ナルトもこんな気分だったんだ。次からはもう少し優しくできるかな、私。はい、ま、くっそ。ルナ、ルナを送ったのに、ルナ。ナルト。スマイル、スマイル。ルナ。教室に戻るわよ、ナルト。さくらちゃん。さてはさっきのお返しに、サスケのやつさくらちゃんに化けて。俺を騙す気だな、サスケ。そうはいくか。ここはナルトの家ね。例のウチワ一族のサスケもお前の受け持つ班だ。本当多いの。この牛乳はかなり賞味期限を過ぎてる。こんなもん飲んだら腹壊すぞ。こりゃ大変なことになりそうだ。紹介でもしてもらおうかな。自己紹介ってどんなこと言えばいいの？そりゃ好きなもの嫌いなもの、将来の夢とか趣味とか、まそんなのだ。あのさ、あのさ、それより先に先生自分のこと紹介してくれよ。俺か。俺は畑かかしって名前だ。好き嫌いをお前らに教える気はない。将来の夢って言われてもな。趣味はまあいろいろだ。結局分かったの、名前だけじゃない。次はお前らだ。まずお前からだ。俺さん、俺さん、名前は渦巻になると。好きなものはカップラーメン。もっと好きなものはイルカ先生におごってもらった一楽のラーメン。嫌いなものはお湯を入れてからの3分間。趣味はカップラーメン食べ比べ。そんで将来の夢は木陰を越す。でもって里のやつら全員に俺の存在を認めさせてやるんだ。
面白い成長したな、こいつ、うん、はい、次春のさくらです。好きなものは、うん、ていうか、好きな人は、で、趣味っていうか、将来の夢は、それから、嫌いなものは、ナルトです。この年頃の女の子は忍術より恋愛だな。じゃあ最後、ランバーグ。名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はない。野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。俺のことじゃねえだろうな、うん、サスケくんってやっぱりかっこいい。あ、でもあるか、やはりな。よし、3人とも個性豊かで面白い。明日から任務やるぞ。はっ、どんな任務でありますか。まずはこの4人だけでできることをやる。なに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 、なに、サバイバル演習だ。サバイバル演習、任務なのになんで演習なんかやんのよ。演習ならアカデミーで散々やったわよ。ただの演習じゃない。じゃあさ、どんな演習なの。なくなるんだ。ララ。ちょっと、何がおかしいのよ。いや、ま、俺がこれを言ったらお前ら絶対引くから。ん？卒業生27名中、下人として認められる者はたったの9名。残り18名は再びアカデミーに戻される。つまりこの演習は脱落率 66% 以上の超難関テスト。ほらほら、いたー！今バカだ！あれだけ苦労して！じゃあ何のための卒業試験なんだってばよ。あれが下人になる可能性のあるものを選抜するだけ。なーにゃー。ま、そういうわけで明日は演習場でお前らの合格不合格を判定する。忍び道具一式持って朝5時集合。こんなところで落とされてたまるか。俺の力認めさせなきゃ。マジでこのテストに落ちたらサスケくんと離れ離れになっちゃう。これは愛の試練ね。誰も死なずもやっぱりじゃあまあ、アイスさんで、朝飯は抜いてこい。アクション。鈴を俺から昼までに奪い取る。奪えなかったものは昼飯抜き。あれに縛り付けた上、目の前で俺が弁当食うから。寂しくなって。そういうことだったのね。でもちょっと待って、なんで昼飯だったの。うん、
2つしかないから最低1人は丸太行きになる。そいつは任務失敗ってことで失格だ。アカデミーに戻ってもらう。最低1人かもしれんし、やだ、全員かもしれん。私やむや、私失敗失敗。俺を殺す気で来ないと取れないからな。でも危ないわよ先生。そうさ、黒板消しも避けられねえ。よくいいじゃん。実力のない奴に考えてくれたら。